スポーツは体にいい。スポーツをして健康になろうというのも、どちらかというと、比較的新しい概念です。スポーツは、英語のスポートの複数形、スポーツのカタカナ表記です。スポートの語源は、ラテン語のデポルターとされています。デポルターとは、the,away とポートアー、キャリーを合わせた言葉で、あるものをある場所から。 他の場所へ移動するという意味。後に心を嫌な状態からそうでない状態へ移すに変わり遊ぶ楽しむへと意味付けされるようになりました今日テレビで観戦するスポーツはその多くが勝つか負けるかを競う競技スポーツになっていますそこには超人的能力が求められ観衆も優れた運動能力に拍手を送ります競技者 眼習のどちらもスポーツに対して体にいい以上のレベルを期待しているのです健康になるためにスポーツをしようなのかスポーツをするためには優れた体が必要なのか目的が先か手段が先かを考えさせられますもう一つ形を変えているものにリハビリテーションの歴史がありますリハビリテーションとは人間にふさわしい 人間的な価値のあるという意味の「ハビリス」ハビリスと、再びという意味の「RE」を結合させた言葉で、再び人間にふさわしい状態になることを指しています。19世紀になって、ドイツ、ザクセンの医師であり、社会教育の指導者シュレーバー1808-1861は、整形外科領域において、新たな考え方をもたらしました。シュレーバーは、 それまでの整形外科領域の医療体操が患者の身体を拘束している点に着目し意思を持つ体への解放を目指しましたそこには運動感覚による体への気づきが重要であることを導き出したのです身体運動を国民的健康問題として提言します一説には健康体操ハイルタールネンも彼の発案と言われています シュレーバーの考えは彼の次の文章に要約されていると思われます。人間はいかなる肉体的能力、精神的な能力においても一つの美しき全体へとまとまったものである。それゆえに人間はその全存在の可能な限り高いレベルの鍛錬を手に入れるべく努力すべきであり、また人間の本質の規定に従って、 発達させ形成すべきである肉体は精神の基礎基盤でありかつその担い手である。両者すなわち肉体と精神はこの上もなく親密で互いに融和し存在し合っている。精神という認識の樹木は生命の息吹あふれる大地に根づいた時のみ真に立派に成長を遂げ 豊かに見事な身をつけることがでできるのである。のあここまで三井悦子著正常と異常の身体医療体操史研究ノートより引用一部改編運動は目的なのか手段なのか自分で動くのか他者に動かしてもらうのか誰のため何のため運動に対する理解が一様でない理由は次の2つにヒントがあります 冒頭で書きましたように、動物はエネルギーロスをなくすために普段は最小限の動きしかしないしかし運動の最大値はより大きく保つことが条件になっている動物はこの排反に率を修正保持する必要があることもう一つは病気の時は安静を保たなければなりませんしかしいつまでも動かさないままでいると 本当に動かなくなくります。そのため動けない時の体へのいたわりとなる補助動作や動けるようになってからの病気予防としての動作をどうするかが望まれます。